こんにちは、ムブゴロウです。今回は前回の台東の末広がりでの長箱の動画に続いてギーゴでやってきた時の動画になります。で、私事なんですけども、ちょっとコロナにかかってしまって、ものすごく喉が痛くて、いつも以上にちょっと聞き取りにくい喋り方になってしまうかもしれないんですけど、ご了承いただければと思います。台の特徴としては、端幅はかなり狭くて、で、左側の移動制限が厳しい、そういう台になっています。いつもながら端幅なんでこの長箱の時はこんなに狭くしちゃうのかなって不思議なんですけど、それがより一層難易度を上げている原因だと思います。で、左奥はいい感じに動きました。で、左移動制限が厳しいので早めに手前を右左に振っておきたいところです。狙いとしては、基本的にこの端幅では縦はめは無理というところと、あと奥に関しては結構移動制限が厳しかったりするので、奥乗せした後っていうのは手前にひっくり返せないリスクが高い設定になっています。なので横はめもしくは手前乗せっていうところを狙っていくのがいいかなと思います。で、奥乗せなんでダメかっていうと、奥に乗せることはきっとできるんですけど、乗せたら乗せたでそこから形をうまく調整できなかったら、完全に詰むような形になるので、できればそのアシストを前提としないのであれば奥乗せしない方がいいのかなと思っています。で、今のところ、左道ここまでしか行かないんですけど、とりあえず順調に横にしていくことができています。で、この横にする動きがそもそもできない、これがすごく時間がかかる設定っていうのは相当厳しいので、やめといた方がいいんですけど、今回はとりあえずここまで来てハマってくれました。で、このハマり方良くないかなと思ったんですけど、意外と左奥すでに橋の間に入ってきているんですよね。これならいけるかなと思って、左奥を動かさないように右奥を手前に持ってきて、そのまま右奥を橋の間に通せるような形にしていきたいところです。なので右寄せを基本はしていって、右奥を手前に回すような形で進めていきたいんですけど、全然動いてくれません。おそらく、この取った後で、分かったんですけど、重心はその真ん中から、手前側で動く箱だったんですけど、おそらく今の時点では右側が少し重いのかなという感じです。で、右寄せで動いてくれないので、左寄せをして下角ですねを取っていって、で、手前をちょっと引き上げていきます。手前が沈みが深くなればなるほどこの長箱って動きが悪くなってしまうので、引き上げて、で、もう一度右奥を手前に引っ張るということを今試しています。で、その際注意しなきゃいけないのは、せっかくバーの間にはまり始めてほぼはまっている左奥が浮いてこないようにすることです。なので、左奥を触るのは結構 NG なので、狙うとしても絶対にバークロスで右奥を動かそうとしていきます。こうやってやっていてほとんど動きがないように見えるんですけど、徐々にこれ実は動いています。で、右奥あんまり動きがなくなってきたなというところで、もう一度手前を持って、少しずつ進めてはいるんですけど、この辺からあまり動きがなくなってきたので、じゃあどこなら動くかなというところで、寄せの具合を変えたりとか奥行きを変えたりとかしながら進めていきました。で、ここで奥が設置しちゃったんですけど、設置してても動かすパワーは一応あったので、こうやって隙間を、作っていって、で、今右寄せしててもほとんど動かないので、左寄せで手前角をまた持ち上げて浮かせていきます。この動き続けていても左奥は浮いてこないので、再びこれで、手前角を持ってさらに手前を浮き上がらせていきたいところです。で、そうしたらようやく動きが出てきました。若干角度が違ったりとか、重心の位置とかで動きが変わったんだと思います。さっきと同じような場所だったんですけど、手前に転がるような動きが出ました。なので同じように右奥の、沈んでいる方の角あたりを取れるように狙っていって、箱を手前に全体的に持っていきたいところです。長箱に関しては、その動くポイントを見つけて、あとはその状態が悪化しないけどちゃんと動かせる場所っていうのをどうにかして見つけるのが大事になってくるんですけど、で、今はとりあえずこの右奥に対してアームを入れていくといい動きをしてくれるので、そこを狙っていました。で、ようやく
橋にはまっ、右奥がですね、橋にはまってきた感じがするんですよね。で、はまってきた感じがしたら、こうやって手前角よりも少し奥ぐらい、もしくは手前角を取るような感じで、手前を持ち上げて、全体的に箱を手前から奥に回していくような感じで進めていくと、今、ほぼほぼ奥が、バーの間に入りました。なので、もう落とせるかなと思って、とりあえず右奥から押さえがけっていうところで外せないかと思ったんですけど、これはちょっと角を取れてはいたんですけど、効果なかったです。ただただもう本当左も右もほとんど落ちているので、手前の角よりも少し奥を持って持ち上げることさえできればもう落とせるはずなんですよね。で、寄せをあんまりしないでちょっとど真ん中気味で狙っていったら全く動きがなくて、で、ここでなぜか自分めちゃくちゃやった時後悔したんですけど、なぜか手前バークロス狙っちゃったんですよね。これは本当に意味わかんないなと思ったんですけど、これのおかげで奥一気に浮きました。絶対やっちゃいけない手だったんですけど、これでもう本当に1センチ近く浮きましたよねって。で、すごいショックだったんですけど、もう一度同じ形を作っていけば取れるかと思ったんで、まあ諦めずに、繰り返していきます。まあ、ここでまあ店員さんも声かけに来てくれたりとかはするんですけど、まあ取れそうな形が見えているので、まあ手助け借りなくてもいいやという感じです。で、ちょっと同じような動きで退屈なんですけど、ちょっと見ていただけたらなと思うので、ちょっと省略とかはしないでそのまま流していきます。最終的にはまあ同じような形になってくるんですけど、基本的にはこうやって、右奥を上げて、で、また右下の角あたりを取って手前に回して、で、手前が浮き上がってくるので、それを繰り返しているうちに箱が手前にちょっと転がるような動きを見せてくれるっていうのを、利用して進めていきます。で、バークロスみたいなことをやっても右奥全然動かないので、まあ、この台に関してはバークロスがほとんど、奥のバークロスはほとんど意味がない設定でした。で、こうやってどっちかというと手前側の方に入れていくと右奥の角が手前に沈んできてくれるので、まあ、これを使ったりとかして沈めていきます。で、あとはこのバークロスとかでちょっと動かせないかなっていうところを試して、まあさっきまで動きがなかったんですけど、ちょっと動きが、まあ、角度が浅くなったおかげなのか少し動きが出るようになったので、右奥をこれで沈めていきました。で、結構こう奥が沈んできたので、今度は手前の、下角付近を取りに行って、箱を全体的に、ま、手前を上げて奥を沈める武器に対して動かしていこうとしています。これは手前角取れてないんですけど、いい具合にちょっとだけ動いてくれました。基本的にはギーゴはパワーが弱いので、まあ下角を取れないと動きが出ないんですよね。ただ今は下角付近よりもちょっと奥に入っちゃってる気がするんですけど、一応動いてくれています。これもかなり奥が外れてきています。重心位置のおかげか、まあ、はまりが浅くなったからなのか、結構手前を触った時の動きが良かったので、最後は同じ狙いを繰り返すことで、アシストなしでなんとかゲットすることができました。個数制限が2個までだったので、まあさらにもっと早く安く取れないかなというところでもう1個取りに行ってみました。で、まず奥左寄せから狙っていくんですけど、先ほどよりかなり動きが渋いです。なので手前右寄せで狙って、重心がどの辺にあるかっていうのを見極めていたところですけども、かなり大きく持ち上がって、手前 TSB まで、一気に箱が乗ってくれました。かなり1個目の時よりも奥側に重心が寄っていたようで、で、TSB に乗っているところを大事に、進めていきたいところです。なので、左寄せで奥を持ち上げて、まあ、横に払っていくような形で進めていきたいんですけど、ちょっとこれは大きく動きすぎて横になってしまいました。
まあ、それでもこの、まあ、下右の奥の下角にはアームが届かなかったりするんですけど、 TSB に、乗っているっていうところで、まあ、少しアームを入れればずり上げてくれたりします。なので、まあ、その動きを利用してできるところまで、手前にずり上げていきます。で、うまくすればそのままあの手前の2つのバーの方に上に乗ってくれたりするので、まあ、そこまでできれば一番いいんですけど、でここで大きく動いて一気に落ちてくれたらよかったんですけど、まあ、わずかに残るという感じ で右奥はほとんど外れてるんですよね。だから、まあ、手前にまた左寄せとかでアーム入れていけばもう取れるんじゃないかなと思ったんですけど、これいい感じに入ったなと思ったんですが、ちょっとなんかアームが引っかかりすぎたのか思いのほか動いてしまって斜めになってしまいました。これは結構予想外で、なので、奥角もう一回ずり上げようと思ったんですけど、もう手前に乗るような形になってしまいました。で、さっき一回で落とせてれば終わってたんですけど、まぁ、ちょっともう右に結構箱が来てしまっていて、厳しいなというところで、ここは平行移動を使わせてもらいました。最近はちょっと長箱、形が悪い時はとにかく移動制限があるので、平行移動を使わないともう無理だなと思ったので、解禁しています。で、平行移動してもらって、で、いい形には整えたんですけど、結局、この、つくポイントがないんですよね。移動制限、これ右の移動制限、今ので右の移動制限です。で、つくことができないので、まあ、今のような形になって、もう一度調整をしていって、まあ、形を整えたいなというところなんですけど、まあ、どこに入れても変な動き、あの TSB に乗っていると、まあ、結構動くなっていう感じなんですけど、もうつけるところがなくて、今一応押せそうなところを狙ったんですけど、もう落とすことができなかったので、再び平行移動2回目ですね、押してゲットさせていただくことができました。ちょっとこの箱のサイズだとどうしても平行移動が必要になります。